皆さんこんばんは、MK です。ペーパーマリオ折り紙キングパート40やっていきましょう。前回氷神様を倒したので、今回は賞をもらうところからやっていきましょう。これでオリビアちゃんが氷神様に変身できるようになると思うんですが、折り方を覚えられますか？結構複雑だったと思うんですけど、はい、それじゃあ早速、ふむふむ、そうか、ここをこう折って、こっちと繋げるのね、なるへそ。なるへそって今の子わかんないと思うけど、はいはいはいっと、覚えちゃった、すごくない？よくそんな複雑な折り方一瞬で覚えられますね、いつも。はい、そしたら氷神様の折り方分かっちゃったかも。よし、じゃあ早速行きましょうか。早速私、氷神様の力を使ってみたいです。よし、じゃあ行くぞ。神の力、最初なんでムービーは見ていきましょうか。毎回この折るムービーが結構かっこいいんですが、はい、今回はオリビアちゃんがまたばらけまして、はい、ペタペタペタと折らさっていく。おーおーおーおお、そう、クマなんですよね。なんで最後クマなのっていうツッコミはまあまあまあ前回したのでいいとして、おお、かっこよ、その爪がいい感じ、おお、すごいな、迫力がやばいんですけど、空は飛べないですよね、今までみたいに。はい、そしたらあなたは何をしてくれるんですか。さ、寒いんだ、氷神になっても寒いのは寒いんですね。氷神様の姿でもやっぱり氷の上は寒いですわ。よし、じゃあまずはそこの水かな。て、そんなこと言ってたら氷の力も使いこなせないですわ。寒さこらえてクールにやってみます。お、クールをかけているんだと思いますが、口からビーム系ね。なんかあの氷神様はさ、地面ボーンって叩いて氷出すみたいなかっこいいことをしていたんですが、やっぱり口からビームなんでしょうか。あ、最後に叩いて氷を割ると。なんかちょっと使い方大丈夫、間違ってない、まあまあまあいいんですけど、お水がカッチコチに凍っちゃいました。超クールです、確かに。さて、あとは帰るだけですわ。お水もカッチコチだから、これできっと帰れますわよね。そんな予感がします。なんだ、この先に帰れる場所があるんでしょうか。戻らなくて大丈夫、なんか取り逃しとか怖いんですけど、とりあえず地図で見ていきましょうか。取り逃しあるぞ。お宝発見率が 50% なので、多分もう一個どこかに隠されていると思うんですが、まあしょうがないか。はい、あ、待てよ、こっち側にあるとかそういう話は。待て、あー、でもマリオちゃん大丈夫大丈夫、ちょっと落ちそうですけど、マリオさん危ない、私に捕まって。え、空飛べるんですか。俺飛べないじゃん。まあ飛べないわな、飛べたら今までもお願いしていたんですけど。オートコインがめっちゃ集まる、ありがたい。なんでオリビアちゃん私に捕まってって言ったんですか。だったら、はい、ここでまた大きくジャンプして、あ、スタート地点に戻ってきました。体操選手みたいにポーズを決めて、氷神様も笑ってる。私たちのポーズそんなに良かったかしら。最初から笑ってたと思いますよ、この人たちは。そしたら待てよ、この辺に宝箱があると見た。なかったらまあどっかで取り逃してると思うけど、オッケー。はい、とりあえずありました。何が入っているんでしょうか。中からはダイヤ島、ダイヤ島のやつ、ここで手に入るんですね。なんかラミエルみたいな、あのエヴァンゲリオンのラミエルみたいな形をしていましたが、まあまあわかんないよね。わかる方だけ、あの、あ、そうだよねと思っていてください。よーし、じゃあ行きましょう。これでとりあえず試練に挑めるようになったと思うんで、残りの試練2つ今回でちゃちゃっとやっちゃいましょうか。よーし、じゃあ氷神山から出まして、セーブだけはさせてくださいな。で、前回っていうか前々回ぐらいか、謎に盛り上げてしまったこの水の神殿を戻さないといけないんですが、これさ、まあまあまあしょうがないな。じゃあもう一回土神様よろしくお願いしますよ。どの神様のお力を使います。じゃあまずは土神で、あの神殿を下に落としてもらってよろしいでしょうか。盛り下げるというんでしょうか、土神的には。なんか土神ぐらいですよね、口からビーム出さないの。他は全部口からビームだったと思います。はい、これでとりあえず下には落ちました。そしたら今度はさっきの氷神使っていきましょう。そうすれば通れるようになると思うんですが、どうなんでしょうか。なんかあの氷の柱が立っちゃって通れないとかっていうのはやめてくださいね。はい、じゃあここはスキップするけど、この先は見ていきましょう。はい、氷神様、なんかその頭のところ黄色いのがつくのはオリビアちゃんの特徴なんでしょうか。今まであんまり気にしていませんでしたが、おお、あ、そこまでワンセットなんだな。口からビームを出して凍らせて、こうバーンと叩いて平らにするというか、そういう感じなんだと思います。こういうのって裏に入りたくなっちゃいますよね。なんかあるんじゃない、こういうところ、なんもないか。
なんもないわなんかありそうだけどな、こういうの。マリオとか隠しますけどね、よくこういうところに。はい、そしたらここ入っていきましょう。っていうか、ここは何の試練ですか？残りは知恵と勇気があったはずなんですが、はい、あなた話しかけてみましょう。ここは何なんでしょうか？ここは知恵の試練。3つのステージを乗り越え、オーブを手に入れよう。わかりました。ゼルダで言うと、ゼルダ姫のポジションですね。知恵の試練を受けるか、受けていきましょう。本当に力、知恵、勇気ってまんまゼルダのトライフォースなんですが、はい、そしたら知恵の試練は丸×クイズか。なるほどね、確かに知恵っぽい。はいはいはい、 0X、 あー違うと思うよ。こんなの私の知恵でもすぐにわかりますわよ。簡単な試練でしたわね。いや違うよ、これは丸と×だと思います。それでは知恵の試練を始める。問いの答えは丸か×か、制限時間内に選択せよ。わかりました。そういうことね。第1問あなたが言ってくれるんですね。土神寺院にマリオがはめたタートルボールの数は4つである。待てよ、全部で5つあった。全部で5つあったけど、1個は最初から入ってたから4つであるは正解だと思う。ですよね。最初、あれ待って、一番最初、いや、入ってたはず。全部で5つで1個入ってた。で、マリオが探したのは4つ。間違いないはずだ。はい、どうでしょうか？ OK っていうか。なんだこの昭和のバラエティみたいなやつは。正解5つハマっているが、マリオがはめたのは4つだ。いいだろう。次のステージへ進むがよい。こんなバラエティ今やってないよ。これ、今の子わからんて。これ間違えるとね、泥沼に落ちるという芸人さんがよく突っ込んでいくやつなんですが。はい、じゃあ、やっていきましょう。第何問まであるんでしょうか？はい、次は第2問ですね。また丸×クイズ。はい、第2問。写真館お江戸大劇場謎解きの間、お江戸ランドの中で一番、お江戸ランドの中で一番大きいのはお江戸大劇場である。え、待って、これさ、お江戸ランドもう選択肢に入ってんじゃないか。写真館お江戸大劇場謎解きの間、お江戸ランドの中で一番大きいのはでしょ。だから×罰だよ。だって お江戸ランドが一番大きいでしょ。そういうことでしょ。これ引っ掛け問題だ。引っ掛け問題だと思うけど OK。よかったよかった、アップね。正解、一番大きいのはお江戸ランドだ。ほら、行が分かれてるからさ、今ややこしかったけど、 MK さんちょっと噛んだから今分かったわ。よかった、噛んで。こういう時は噛んで正解だね。はい、次はおっと変わったぞ、パターンが ABC があるんですが、はい、第3問。3人の言葉をよく聞き、1人だけいる嘘つきを選べ。わかりました。嘘つきを選ぶのね。嘘つきは C です。じゃあ C じゃん。C はどうですか？私は嘘つきではありません。え、どういうこと？どっちが本物？どっちが本当のこと言ってる？嘘つきは B です。え、じゃあ B じゃんB が嘘つきじゃん。そうでしょ。B は C のことを嘘つきだって言ってるけど、 C は正直者だって言ってるんだよ、自分のことを。で、 A は B は嘘つきって言ってるから B だ。これは絶対合ってる。答えはそれで良いのだな。良いです。行きましょう、マリオさん。昭和の芸人のように突っ込んでいく。どうなんでしょうか？ OK。 なんとかクリアしました。これでもう終わり？ああ、終わりっぽい。知恵の試練を乗り越えた。おめでとう、ありがとう。ありが、ああ、またそれやるのね。これいちいちびっくりするんだよな。はい。上のそのラッパのキノピオがなんか天使みたいで可愛いなと思う MK さんなんですが、はい、とりあえずクリアはしました。次へ進み、オーブを受け取るが良い。わかりました。いや、よかった。さっきの引っ掛け問題が危なかったね。あれ、失敗したら答えを教えてくれるんでしょうか？ちょっと一回で成功しちゃったからよくわかりませんが。はい、じゃあとりあえずこの青いオーブもらっていきましょう。ありがとう。トライフォースの代わりなんでしょうか？知恵のオーブ。知恵の試練をクリアした証の青いオーブ。わーい、マリオさんって賢いんですね。でしょ？知ってた。よし、行きましょう。まあ、オリビアちゃんも可愛いからいいんですよ。人にはね、それぞれ得意不得意がありますから。よーし、じゃあ次は、残りが勇気の試練か。勇気の試練ってなんだろう。力はまあ、パワー系だったし、知恵はこういう謎解きっていうか、丸×クイズだったんですが、これはなんだ、先に水神か。水神様を使ってから氷神ですね。はい、じゃあここは水神先に使っていきましょう。いや、なんかいろんな神様のこの複合体というか、いろんな神様オンパレードという感じになっていますが、はい、じゃあ水神様、口からお水を出してくださいな。なんか土神以外は口からいろいろ出すよね。土神だけは盛り上げ盛り下げの役割になっちゃってますけど、はい、そしたら水神様ありがとうございました。はい、で次が氷神様の出番ですね。連続でやるのはちょっとおかしい感じがしますが、はい、じゃあ氷神様よろしくお願いします。これでさっきの試練みたいに凍らせてもらえれば多分進めると思うんですが、勇気の試練なんだろう。え、全然思いつかないな。勇気の試練っていうぐらいですから、
え？なんだろうね。どこまでいけるかみたいな。どこまで敵を倒せ、いや、それは力だな。敵を倒せるかは力感ありますけど、まあまあまあ、とりあえず行きましょうか。あ、体力回復しておく一応。なんか、ここにベンチがあるんで、ついでに体力回復しておきましょう。はい、これでマックスまでいけると思います。一息ついでに美味しいキノコはいかがです？いや、大丈夫です。キノコは結構持ってるというか、前回キラキラキノコもゲットしてるんで、とりあえずあなたには用はないでしょう。よーし、じゃあいよいよ最後の試練向かっていきましょう。なんか緊張するな。全部のオーブが揃ったらどうすればいいんでしょうか？はい、ここが勇気の試練で合ってますよね。ここは勇気の試練、3つのステージを乗り越え、オーブを手に入れよう。わかりました。全くゲームの想像がつかないんですが、勇気の試練を受けるか、もちろん受けていきましょう。いや、緊張するな。ここまでノーミスできてるんで、ノーミスで突破したいんですけど、あ、わかったわ。わかったけどさ、さっきからちょっと古くないか？さあ来い、あれ？勇気のあるとこを見せようと思ったのに、紐なんて怖くないですわ。これもまた昭和のバラエティですね。それでは勇気の試練を始める部屋の中央へ来るがよい。これさ、ギリギリでたらい止めるやつですよね。これからそのロープに繋がったものが上から落ちてくる。で、それをそこより下で止めろと。分かりました。それをこの矢印よりも下で止め、勇気を示せ。上で止めてしまうのは勇気なき者。なんかそういうさ、かしこまった雰囲気でやるゲームじゃないと思うよ。では A を押してロープをつかめ、離すと物が落ちてくる。うわ、ほんと古いなこれ。行くぞ行くぞ、来い。落ち着け、ゆっくりゆっくり落ち着け。まだだまだだ、勇気あるよ。 MK さんは、 MK さんは勇気あるよ。 OK、 あー、どうだ、あー、 OK。 っていうかたらいなんだね、やっぱりね。で、これ下の線で測ってね。 OK。 はい、とりあえず一発目勇気がありました。これが1個目。2個目はどうなるんですか？いいだろう、次のステージへ進むが良い。これ一緒？毎回違うバラエティ番組なんでしょうか？それとも毎回変わる、あー、なるほど。なるほどね。じゃあ行きましょうか。多分下になってくるんだと思います、どんどん。勇気の試練第2ステージ、部屋の中央へ来るが良い。わかりました。よーし、行くぞ。うわ、結構迫ってきてんな。これきついぞ。A を押してロープをつかめ、離すと物が落ちてくる。OK、行くぞ。怖いな。行くぞ。待て、緊張するわ。あ、レディゴー。オッケー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 。行くぞ。行くぞ。結構早いか。あ、来るぞもう。来るぞ。おいおーいおいバラエティ番組じゃないんだから。オッケー、とりあえずクリアはしました。うわ、これ次きついと思う。いいだろう、次のステージへ進むが良い。最後なかなかシビアになりそうだな。これ、なんだ、ミスったら最初から？最初からだとちょっときついですけど、ロープ長。うわ、これ結構落ちてこないやつだぞ。勇気の試練ラストステージ、部屋の中央へ来るがよい。うわ、待て、これさ、長いに見せかけて早めに来るんじゃないか？A を押してロープをつかめ、離すと物が落ちてくる。OK、行くぞ。行きますよ、レディーゴー。OK、いや、まだまだでしょ。まだまだだと思う。待て、早いわ、早い早い。OK、落ち着け。来た来た来た。あ、待て、早い早い。待ってくれ、待ってくれ。あいうわ、どっすんだし。危な。オッケー、あそこで測んのね。よかった。とりあえずクリアはしましたけど。なんだいこれは。なんだこの試練は。勇気の試練を乗り越えた、おめでとう、ありがとう。ありがとうだけどさ、さっきの、なんだっけ、知恵の試練も含めてちょっと、練った方がいいよ、試練の内容。こんなに古典的なバラエティで来るとは思っていませんでした。次へ進み、オーブを受け取るが良い。はい、とりあえずこれでオーブはコンプリートですね。コンプリートしたら何をすればいいのかいまいち分かってないんですけど、とりあえずなんだろう、まあ、3つ集めたら説明来るか。はい、そしたらこの3つ目取っていきましょう。はい、最後のオーブ手に入りました。これはリンクを意識した緑色なんでしょうか。勇気のオーブ、勇気の試練をクリアした証の緑のオーブ。 OK。ワイマリオさんの勇気とってもしびれました。あ、終わった？え、大丈夫？とりあえず外に出てからいろいろ考えましょうか。あと、こっから何をすればいいのか分かってないんですけど、だいたい神様を倒したら文豪軍団が出るというパターンなんですよね。だから文豪軍団と戦うことになると思いますが、はい、これでおっと、力、知恵、勇気の3つの試練をよく乗り越えた、おめでとう、ありがとう。Y 3つともクリアしましたわ。マリオさんすごいでしょ。ところで、この3つのオーブって何なの？そうなんですよ。え？ノーコメント？ノー説明？待てよ。じゃあもう一回話しかけようか。これどうすればいいんですか？こんにちは。力値、あれ？待て、同じことしか言わないぞ。え？え？何？何？何すればいいの？
とりあえず戻る？とりあえず帰ろうか。こんにちは。大海原に戻るのならそう言ってくれ。え？合ってんのかな。でもこれ以上ここでやることなさそうなんで、とりあえず戻りましょうか。戻ってからいろいろ考えたいと思います。はい、じゃあここバーッと潜りまして。待てよ、なんか新しい場所に行くのか。だとしたらキャプテンピオさんなんか知りませんか。はい、大海原に戻ってきましたが、待て、違くないかこれ。改造、あ、わかったかも。紫紙テープか。結局紫紙テープを追ってないんですよ。なので、あーたたたたたた、これを追っていきましょう。紫紙テープをバーッと追っていきまして、っていうか、あー全部取ってるな。海図というか、あれは全部取ってる。待って、あー、ここってことは違うな。あっち側だ。はい、あっち側の紫紙テープを追っていきましょう。あー待てよ。え、待った、あークジラいた。そう、このクジラ上に行くとね、バーッと上がるんですよ。で、これ上がって、なんかこのままにしておけばなんか手に入るとかある？ない。大いなる海の息吹か。はい、終わり？これだけ？あとは？あ、なんもないわ。なんもないわ。ただ遊べるだけだわ。そしたら紫紙テープ。あーたたたたたた。オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあこいつをまた追っていきましょう。これ、あ、金のカジキ。まあいいや。金のカジキ結構やったしね。あれ？また中だな。どういうこと？なんか紫紙テープを追っていくのが正解だと思うんですけど、ちょっと次の紙テープどこから出ているのかいまいちは。あーあったあったあった、あったぞあったぞ。クラブ島は終わってるんで、あれ？待て、こっち？あ、違うな。うわ、これ全然違うとこから紫紙テープ出てるんじゃないんでしょうか。あっと、待って、絶対あれだわ。絶対あれだわ。オッケーオッケー、見つけた見つけた。なんでこんな分かりにくいところにあるんでしょうか。っていうか、その前にここに兵法さんいたので話しかけていきましょうか。こんにちは。この海には全部で11の島があるんだよ。見つけられた？え？ 11 もあんの？1、2、3、4、5、6、7、7個しかない。これで8個目。あと3つあるわ。だったら、あ、待って、プロペラ兵法だ。プロペラ兵法を戦ってないから戦いたいけど、すごい高い。これって何島？待って、行きたいけど、大海原にそびえ立つタワー、これは海原タワーだな。あー、まあまあ、そのまんまっちゃそのまんまっていうか、こんなに端っこまで来ていたんですね。そのプクプクの印はじゃあ何だったんでしょうか。紫の紙テープもぐるぐる巻きついています。どうやったら取れるのこれ。とりあえず頂上まで行く必要があると思いますが、あー、こっち行けない。オッケーオッケーオッケー。まずはね、このプロペラ兵法を戦ったことなかったんで戦っていきましょう。プロペラ兵法はマリオパーティーか。いや違うな、ヨッシーアイランドか。ヨッシーアイランドが初登場だと思います。はい、そしたら待て、方向はもう決まってるので、これをこっち側に持ってきて、え、あと1回、それは無理だわ。あ、これで合ってる？もはや。あ、こうすんだわ。はい、こうすれば合ってました。オッケー。で、こういう飛んでる敵はハンマー食らわないんで、ジャンプするしかないと思います。多分、プクプクはブーツでいけるんじゃないでしょうか。はい、ここ、1回、2回、3回、4回、オッケー。で、プロペラ兵法どれぐらい強いんだろう。兵法だったらマリオのブーツでもいけるんですけど、とりあえず、キラキラブーツでやっていきましょう。そのプロペラが痛いとかないよね。オッケー、オッケー、オッケー。プロペラが針の代わりだから刺さると痛いとかそういうパターンだと思いましたが、そういうわけではないみたいです。はい、とりあえずプロペラ兵法を倒しました。そしたらじゃああとは普通に海原タワーに行きましょうか。ここはなんだ、怖いな。ここに文房軍団がいる感じ。まあ上に行ったらテープの元があると思うんで、多分ここで合ってると思います。はい、そしたらこっち側に入っていきまして、あー、あれだわ。絶対あれにオーブをはめるんですね。はい、そしたらたっか、めっちゃ高いな。すごい高い、首痛い、果てしなく高くてお空に刺さっているみたい。紫テープも一緒に上まで続いているみたい。そうですね、私高いところに登るの大好き。折り紙と煙は高いところが好きって言いますものね。言わないね。煙は高いところに行くけども、折り紙高いところ好きは初めて聞きました。でもどうやって登ったらいいの。絶対あれだって、絶対あそこにオーブはめるんだって。はい、その前にここを剥がしていきましょう。オッケー。そしたら行きましょうか。ここにオーブはめていきましょう。緊張するな。いきなりボスってわけではないと思いますけど、まん丸の穴が3つ。なんでしょうこれ。いや絶対オーブでしょ。はい、じゃあ勇気のオーブここにはめまして、次はこちら知恵のオーブじゃなくて力のオーブはめまして、はい、じゃあ最後に知恵のオーブはめていきましょう。っていうかそのマックスアップハートを干からびたやつ、さっさと森に持って行って、もらってもいいかもしれませんね。まあそれは後でやるとして、おーめっちゃかっこいい開き方するね。
履き方が超オシャレなんですが、はい、じゃあ中に入っていきましょうか。ここ入り口だったのね、全然気がつきませんでした。中に入れば上に登れるかもしれません。早速入ってみます。もちろん入ってみましょう。よし、じゃあこっから今度はダンジョン攻略か。なんだこれ、は水と火と氷に土も神様が勢揃いですわ。皆さんお元気でした？あ、これは作り物か。なんだかオリビアちゃんさっきから自分に自分で突っ込んでいますが、これが水神、これが火神、これが氷神、これが土神ですね。よし、じゃあなんだ、ここで何かするわけではないみたいなんで入っていきましょう。この中結構長そうじゃないか。どんどん上に登ってくんですよね。なんだこれは。何をすればいいんだ、まずは。はい、じゃあこの奥進みまして、怖い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 ね、怖いね、怖いよ。待て待て、落ち着け落ち着け、ほら出ておいで。オッケーオッケーオッケー。はい、でここで、あー待って、そこアンチだな。はい、ここにとりあえず来て、ここだったら全部引っ込まないと思います。オッケー、素晴らしい。そしたらここでまた、ジャンピングジャンピングで、待って待って待って、落ち着け落ち着け、ここがアンチ。こうは待てよ、こう来て、あぶねって、あぶういむずいな、普通に普通にアクションゲームとして MK さんこういうのあれなんですけど。はい、そしたらここがアンチね。ここが安全で、こう来てこう来て、あばば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 ば、無理だって。これ左側が正解か、右側から行くと絶対ミスるとかっていう感じ、あぽいわ。これこっちが正解だわ多分。あー、ここギリギリ、間に合んないじゃん。なんだ、どう行くのが正解、なんかパターンがあるんだな。待て、落ち着け落ち着け、とりあえずここのアンチまで来るの、あ、こっから左に渡るのか。なんかこれさ、パターンを覚えるってよりは、これ絶対この正解ルートがあるんだ。オッケー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 。ここまで来たらもう簡単よ。ここまで来たらあとは伸びた時にそこに合わせればいいだけ。オッケー、素晴らしい。まあ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 、一旦これはいいとして、はい、そしたらこの先は、なんだなんだろう、土神様のお顔が半分こで二つ、じゃない、お顔が真っ二つに割れちゃってるのっぽいですね。上では水神様が片目でウインクしてるし、これってどういうこと？ウインクっていうか、もう片方の目がついてないんでしょうね。仕掛けを動かさないといけないと思うんですが、あー待てよ、今回はこれぐらいにしておきましょうか。こっから行くとまた長くなりそうですね。よーし、じゃあ次回はここ何でしたっけ、名前忘れちゃいましたけど、ここの塔からやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。